はい、タックチャンネルでございます。今日はですね、10月の27日 iPhone X の予約開始日です。僕もですね、4時1分からパソコンの前にへばりついてですね、必死にアクセスして、やっぱりね、繋がらなかったですね。でもね、4時3分には、繋がっていろいろ入力して、4時7分に、注文受付メールみたいなのがね、来ました。そこにはですね、ちなみにですね、僕、iPhone X の、256GB スペースグレーを注文しました。で、メールの方にはですね、お届け予定日、出荷後2日以内というふうに来てね、まあ、問題ないだろうと思ったらですね、いろいろツイッターとかをチェックしてみると、11月3日っていうふうにちゃんとね、書かれてる人がね、いるんですよ。と思ってですね、もうちょっとしばらく待ってたんですけども、そしたらですね、何時間後かな、何時間後かに、ご注文ありがとうございますっていうね、メールが来ました。そこにはですね、出荷日5から6週間お届け予定日、12月の7日から12月の14日と、これね、支払い方法でそうなったんだと思います。僕ね、今回はローン組んだんですよ。2年縛りみたいな感じでね、24回払いにしようかなということで、ローンを組みました。まあ、後からね、よくよく見たらですね、一番最初のメールに出荷日は、支払い受領後に確定しますということで、ローンの場合はまあ、いろいろね、審査があると思うんですけど、多分それでね、30分ぐらいかかったんだと思います。審査が通った通らないっていうのは10分ぐらいでわかるんですけども、その後そのローンの会社からアップルに、多分連絡が行くと思うんですけどね、そこでね、20分ぐらいね、間があるんですよ。で、トータルすると30分ぐらい間があってですね、結局アップルで受け付けたのが、まあ、多分ね、入金確定というか、そういう答えがもらったのが16時30何分だったんでしょう。なのでね、もうその時は30分ぐらい経ったらですね、もうね、5週間から6週間のね、待ちがね、出てたんですよ。ちょっとね、がっかりといえばね、がっかりです。なので若干ですね、テンションもね、低く今お送りしております。とりあえずですね、商品が来ましたらまたね、レビューをしたいと思うんですけども、いや、なのでね、ガラスフィルムとかケースとかその辺ね、調べたんですけどもね、まあちょっとゆっくりでいいかなという、今そんな感じです。いやーね、ちょっとがっかりですよね。11月3日にね、届きましたっていうね、レビュー動画を撮りたかったんですけども、1ヶ月遅れかな。なので現金一括と、あとはですね、クレジットカードに支払い、こういう方はすぐに受け取れたのかな。そうすればよかったのかなーってね、ちょっとね、今反省しておりますけども、まあそんなこんなで、とりあえず iPhone X の 256GB のスペースグレーを予約しました。でね、今日はね、その話じゃないんですよ。今回はね、 DIY のね、お話をしたいと思います。皆さんはね、こういう壁に棚をつけたい時ってどのようにしてますでしょうか。まあですね、まあ簡単であればこういう風にですね、壁に直接器具を打ち込んで、取り付ける方法はあるんですけども、これだとね、賃貸のお部屋だと厳しいかと思います。なので、そうですね、ラックを買ってきたりとか、そういう工夫をしてるんではないでしょうか。まあね、うちちょっと分譲なので、まあ、こうやってね、直接貼ったり、その辺は自由なんですけども、ただですね、壁がね、石膏ボードなので、ちょっと大きい棚とかはですね、アンカー打ち込んでもやっぱりね、ちょっと不安っていうか、脆いんですよ。
ましてやですね、棚の上に荷物を置いたらですね、余計重量がかかって、まあ、耐久性にも心配ですしね。よくね、石膏ボードの裏に木の柱があるところはですね、そこに目がけて、打ち込むとね、安定するんですけども、最近、うちのマンションだけなのかな？他のマンションどうなんでしょう？最近ね、木の柱ってないんですよ。大体ね、このアルミの枠組みっていうんでしょうかね。そういう金属製のやつで、石膏ボードの裏をね、固定しているので、打ち込めないんですよね。多分ね、なんか業務用の機械とか使えば打ち込めるのかもしれないんですけども。なのでね、その打開策としてね、見つけたのがですね、2x4 の角材を使って突っ張り棒を見たくするね、壁面突っ張りシステムです。こういうのがね、あるんですよ。まあ実際ね、僕これ、前にもね、使ったことがあるんですけども、使い方はですね、壁の長さ、ね、立てかけたい壁の長さから、これね、45ミリ短くカットしたって書いてるんですけども、僕の経験から言うとですね、45ミリだとね、ちょっとね、甘いんですよ。なので、35ミリ短くカットした方が、よりね、安定に固定できると思います。まあ、そのね、上下に、この、まあ、パーツをこう、つけまして、で、突っ張り棒にすると。まあね、立派なね、柱にね、早変わりにしましてね。要するに、床と天井を 2x4 で突っ張り棒にする器具です。で、これをつけると、まあ、壁にね、傷つけることなく、まあね、木材の柱を立てることができると。じゃあね、ちょっと早速使ってみましょう。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。この方法ならですね、賃貸の方でも何の心配もなく取り付けができるので便利じゃないかなというふうに思います。もうね、柱一本立てるだけでも、例えばですね、ギターをやってる方、多分今ギタースタンドに立てかけて置いてるんではないでしょうか。そこをですね、この柱を立てて、よくね、楽器屋さんにこう壁にかけて展示してありますよね。あんな風に置くことができるんですよ。あれね、かっこいいですよね。まあ僕はちょっとギター弾かないんでね、あれなんですけども、まあ床に置くよりはね、こう壁にね、ギター置くってね、あった方がね、かっこいいと思います。なのでね、DIY に興味のある方、ね、この突っ張り棒システムで、より快適な生活はいかがでしょうか。ということで、